皆さんこんにちは、ルカチャンネルです。本日の動画は今大型大会でね最も使われているであろうベイブレード X のカスタマイズをね僕個人的におすすめしたいなと思ったものをね今回は紹介をしていきたいなと思っております。今回はそのおすすめしたいカスタマイズの特徴やね、なぜそれが多くの方に使われていたのか、僕の個人的な主観にはなると思うんですけれども、皆さんにお話ししていきたいなと思っております。まず今行われている大型大会、実エクストリームカップ、全国ね4都市で開催されているんですけれども、予選トーナメントの一つの試合で使えるベイブレードっていうのは1個だけになります。その1個のベイブレードを使って4ポイント選手制で戦わなければならないと。もちろん1試合ごとに使えるカスタマイズは変えられるので、1回戦、2回戦、3回戦それぞれまたね違うベイブレードは使えるんですけれども、だいたい決勝トーナメントに進むまでに、1回戦から5回戦、6回戦ぐらいですかね、勝ち進まなければいけないので、めちゃめちゃ結構ね大変なんですよ。なので、どんなタイプが来ても、確率的にね、勝ちやすいカスタマイズで、挑むっていうのが、王道なのかなっていうところです。それではね、まず一つ目の、カスタマイズを紹介していきたいなと思います。まず一つ目のカスタマイズなんですけれども、こちらですね、ヘルズサイズ 360p、 はい、王道ですね。おそらくこのカスタムが最も多くの方に使われ、勝ち進むことがねできたカスタマイズなんじゃないかなというふうに思っております。早速ね特徴からお話ししていきますと、まずブレード、このヘルズサイズですね、真上から見るとね分かるように比較的ね丸い形状になっております。でさらにこの取っかかりが少ないので、回転ロスが少ないと、小ぶりで密度感もあり、重量も 33g 台の個体もあって、重心バランスがね整えやすいと。そして、ラチェットの360、低めにねベイをセットすることができるので、バランスがね取りやすいと。そしてねこの突起してる箇所が、3つなので引っかかりが少ないと。公式のねパーツ詳細を見ますと、突起してる箇所が、多い方がいなしやすいっていう風に提言されているんですけれども、実際ね突起は少ない方が引っかかってね事故が起こるリスクっていうのは少ないんじゃないかなっていう風に思っております。あと個人的にはねこの回転速度が落ちてきた時の粘りっていうのが360の方がいいのかなっていうような印象ですね。で最後にビットのボール、スタミナタイプのビットとしてはやはりボールがね一番の安定なのかなっていうふうに思っております。動きとしてはスタジアムの中外周を回ってくれるので、中心でね鎮座せずに、エクストリームダッシュから来るね、アタックをね回避することもできると、そしてある程度こう崩されてもボール形状なので、他のビットに比べてね、姿勢をね戻しやすいっていうところ、ボールの強さはねもう皆さんもう十分分かってると思うんですけども、変に飛ばされなければほぼ勝てるっていうね状況です。皆さんがねこれを使う理由っていうのは、そういったね高確率で勝つことができるっていうねポイントなのかなっていうふうに思っております。僕もねもうこのカスタムを使ってね実エクストリームカップ、仙台と大阪ね、大会出てきたわけなんですけれども、見事に飛ばされるわバラバラにされるわで全くねこう理想の展開にはならなかったですね。はい、お疲れ様です。そして次に紹介するカスタマイズはこちらになります。ヘルズサイズ 360HN、先ほどと同じくこのヘルズサイズを使ったねカスタムになります。ブレードとラチェットに関しましては先ほどとね全く同じで、ビットがこう HN ということで、シャープ軸ですね。皆さん一世代前のベイブレードバーストのね頃を思い出してほしいんですけども、エクステンドプラスドライバーっていうものがありまして、胴回転めちゃめちゃ強かった持久系のねカスタムでよく使っていたものなんですけれども、当時はね本当にそれがもう一世風靡をしたみたいですね。ベイブレード X においては同じくシャープ軸の、ニードルっていうねパーツがあるんですけれども、こちらのハイニードルに関してはこちらの軸先のね傾斜がややねこうなだらかになったことで、姿勢の取り方がね改善されたと。そして1ミリ身長が高くなってきたので、相手の上からね押さえて削り合いですることができるので、姿勢を崩しに行けると。
まあ、スタミナタイプとしては、まあ、極端にこっちがこうバランスをね崩してしまったり、まあ、その後ね復帰がねできないっていうことがなければ、まあ、かなりいいねカスタムなんじゃないかなというふうに思っております。ただやはりですねヘルズサイズのこうボールビットをつけたカスタムに対しては、まあ、ややねちょっと不利な印象ですね。まあ、全くね勝ち筋が、まあ、見えないっていうわけではないんですけれども、まあ、一方的にね姿勢を逆に崩された場合っていうのは、まあ、かなり不利な状況なのかなっていうふうに思います。まあ、最後に個人的にねいいなっていうポイントがね一つ、それはですねシャープ軸っていうのは基本的にこう強く打っても暴れないんですよ。まあ、なのでこうかなり強くねこうシュートを打ち込んだとしても暴れないので、まあよくあるエクストリームラインに自分から乗っかってスタミナロスしてしまうとか、まあそれによってエクストリームフィニッシュ、まあ、自滅ですねをしてしまうことがまあ少ないので、まあ自滅リスクが少ないなっていうふうに感じてます。まあボールビットだとねやっぱ打ち方をちょっと間違えてしまうと、まあ自分からエクストリームラインに乗っかってスタミナロスをしてしまったりとか、まあ自らまあ意図せずまあエクストリームダッシュをしてしまい、まあ逆に自滅エクストリームフィニッシュしてしまうっていうことがやっぱあるので、まあそういった側面をね考えると、まあリスクヘッジできてるねカスタムということでね、まあ考え方としては間違ってないんじゃないかなっていうふうに思います。まあここからね紹介するカスタムはねタイプが変わってきます。次に紹介するカスタムがこちら、ドランソード 360B。 まあ意外にもねこれなんです。なぜこれを選んだのか今からねお伝えしていこうかと思います。まずブレードのドランソードですね。アタックタイプ王道のね3枚刃で相手をね弾きやすい形状で、重量も 35g 台の個体があるので、まあ、現在ねコバルトドレイクを除いたら最も最重量ということになっております。でラチェットとビットは、まあ、最初にね紹介したヘルズサイズと全く同じねパーツ構成になっております。まあ、このカスタムでね何をしたいのかっていうふうに言いますと、まあ、ドランソードのこのブレードで、まあ、相手をね飛ばして壁にぶつけたりしてスタミナロスを狙ったりとか、まあ、それによるスピンフィニッシュを得られたりとか、まあ、あとはねオーバーとかねバーストフィニッシュエクストリームフィニッシュをね、まあ、そういったことを起こすことによって、まあ、高いポイントをね取りに行けると、まあ、ドランソードってこうヘルズサイズほどもちろんスタミナはねないんですけれども、まあ、重心バランスはねそんなに悪くないんじゃないかなっていう風に感じてます。まあ、フラットビットほど動きにね勢いはないものの、まあ、宙返しをねちゃんと回りつつ相手にアタックすることができるので、まあ、ちゃんとねアタックもできて、で自分は重量がね、まあ、重い方なので極力飛びにくいと、まあ、そんな感じになってるかと思います。まあ、打ち方次第でこうエクストリームダッシュをするね軌道にもなるし、まあ、ポジティブなね、まあ、事故を起こすという意味では、まあ、面白いんじゃないかなっていう風に思っております。まあ、ただリスクとしては、まあ、アタックタイプ特有の、まあ、自滅オーバーとか、まあ、スタミナロス、そして自滅バーストとかね、まあ、このビットのバースト耐性が低いっていうのがややねちょっと不安が残るかなっていうところです。そしてここからですね僕がめちゃめちゃおすすめしたいカスタムの紹介になるんですけども、3つ目がこちら、ドランソード 360F。 ん?っていう感じだと思うんですけれども、僕はね至って真面目にやっております。そうデフォルトです。これね決してねワンベイの選択肢から外す必要はないんじゃないかなっていうふうに個人的に思っております。むしろベイブレード X はこいつのための、まあ、環境になるべくスタジアムがね設計されたと言っても過言ではありません。まあ、ブレードとラチェットは、まあ、先ほどのねカスタマイズと全く同じ構成になっております。でフラットビットってもちろんボールビットやハイニードルなんかと比べて、まあ、スタミナはね劣るんですけれども、まあ、まともなスタミナ勝負をね仕掛けるんじゃなくて、いかに相手にぶつかって飛ばしてスタミナを削れるかなんですね。まあ、積極的に当たりに行けるかつ、まあ、エクストリームダッシュをね使うこともできますし、まあ、打ち方によって当て方を変えられるっていうね、まあ、選択肢があります。まあ、それによってこう事故を起こして、まあ、高得点を稼げるんであれば、まあ、スピンの1ポイントなんて正直ね、まあ、安いのかなっていうふうに思ってます。しかもこのフラットビットって意外とこれねスタミナもねあります。まあ、スタミナがあるというよりこう軸先がフラットなので、まあ、の後半の回転速度が落ちてきたところで姿勢がめちゃめちゃ取れてるっていうことがあるかと思います。皆さんもねドランソードが回転が止まってきたところで直立して、まあ、そのまま回転が止まるっていうね場面見たことある人もね
いるんじゃないかなというふうに思っております、まあ、そういったねもうメリットの部分を挙げていくとこのドランソードね全然悪くないんじゃないかなというふうに思います。もう僕はこのドランソードしかね今ここ最近触ってませんし、まあ、これは何よりこのドランソードを使って勝ちたい、まあ、アニメを見てねこうさらにドランソード見てめちゃめちゃかっこいいなと思った方もね今多いんじゃないかなというふうに思います。まあそんな感じで僕がドランソードについておすすめする理由をね、お伝えしていきました。そして最後なんですけれども最後はこちらシャークエッジ 360LF はい、もうスタミナタイプが消えました。ベイブレード X はとにかく飛ばすこと破壊することをまあ押していきたいなというふうに思っております。まあ、その中でもこのシャークエッジのデフォルトが、まあ、スピンをね完全に捨てて、まあ、アタック全振りした、まあ、究極のね、まあ、形になったんじゃないかなというふうに考えております。まずブレードのシャークエッジ、まあ、見た目の通り急角度のアッパー形状、まあ、そしてドランソードとほぼ同じくらいのね 34g 台の重量を持ってます。まあ、あのベイブレードバースト世代の方たちは、まあ、この形状を見てなんとなく思い出すと思うんですけれども、あの左回転のアタックベイねロンギヌスを彷彿とさせるようなね形状になっております。でラチェットはドランソードと同じく低めの360でビットは、まあ、フラットよりも1ミリ低くなったローフラットビットということで、まあ、これになったことでこうスタジアムのね設置面積が広くなりましたのでよりダイナミックに動くことができて、まあ、素早いエクストリームダッシュからのアタックがね可能になりました、まあ、ドランソードデフォルトに比べて、まあ、スピードとアタック力もうその威力っていうのはもう最大限に引き上げられて、まあ、高得点をね、稼ぐことを目的にしているかと思います。まあなのでねスピンは完全にもう諦めてますし、まあ、前半の回転があるうちに勝負を決めなければいけないので、まあ、そういったね一長一短があるのがこのベイブレードの特徴になっているかと思います。まあ、ドランソードの時もねお話ししたんですけども、このカスタムを使うんであればもうスピンフィニッシュを取られても動じることなく全然スピンなんて安いなと思いながらやっぱ使うしかないんじゃないかなというふうに思っております。まあ、仮にね相手にこうスピンを4回取られる前に、まあ、何かしら事故を起こして、まあ、先に4ポイント取っちゃえば勝ちなので、まあ、俺は何よりねその勝ち方がもうベイブレード X らしいね、まあ、ほんと爽快な勝ち方で気持ちいいなっていうふうに思っております。はい、そんな感じでね今回ベイブレード X のおすすめのねカスタマイズを5つ紹介させていただいたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね皆さんもおすすめのカスタマイズあればねコメント欄にいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。まあ、今後ですねベイブレードの新商品もまだまだたくさん出てくると思いますし、まあ、あの年末ね、まあ、12月になんとエクストリームカップの G1 大会ねあるということで、今 G2 大会やってますけれども、さらにねそれよりも規模の大きい大会が開催されるということでね決まりましたので、まあ、僕もエントリーはしたんですけれども、まあそういったねイベントごとがね本当に増えてくるので、まあ本当にこれからベイブレード X さらにさらに盛り上がってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じでね最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。まだまだこれからねルカチャンネルの動画今後いろんな動画出していきますので、ぜひチャンネル登録して楽しみにしていてください。それではねまた次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。